2015年5月14日、人民日報電子版によると、中国、浙江省で、激しい頭痛と吐き気に4年間苦しみ続けた12歳少女の脳内から、20センチに成長した寄生虫1匹が見つかった。少女の脳内から寄生虫を取り出すのに6時間かかったと知っており、寄生虫は、蟯虫の一種、マンソン列島蟯虫の幼虫、マンソン湖虫で、長さは20センチ、直径 0.5 センチ。マンソン湖虫は、カエル、ヘビ、鳥などの外皮に寄生し、これらを人間が食べると感染する。傷口がある場合は、そこから感染。人間に寄生した場合は、成虫にならず、幼虫のままで、大きさは、数センチから数十センチのものまで。人間の体のあらゆる部分に寄生するが、脳に寄生すると、脳腫瘍に似た症状が現れ、生命に関わる危険性もある。執刀医によると、少女の脳から摘出したマンソン湖虫は、しばらく生きて動いていたという。マンソン湖虫は、一般に、十数年間、体内で生き続けると言われている。その予防には、十分に加熱した食事をとることが、最も大切だ。